聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。ついに到着しました iMac Pro。 12月24日クリスマスイブの夜に到着しまして、まあ、サンタさんからのプレゼント、クリスマスプレゼントっていう感じになりました。まあ、ただ、このサンタさんはプレゼントを送りつけてから毎月、銀行口座からしっかりお金は抜いていくという、そういうタイプのサンタさんなんですけれども、今日はこの iMac Pro を開封していきたいと思います。早速開けてきます。いつもうちのエリアを担当してる黒猫大和のドライバーさんがいまして、ドライバーさんもねあまりにも大きい荷物だったもんでびっくりしてました。これ何ですかって聞かれちゃいました。よいしょ。はい、来たー。こんな感じで段ボールの中に段ボールっていう感じで、iMac Pro 出てきました。まあ、しっかりこうクッションが入ってると、まあなんて言ったって60万ですからそれぐらいやってくれなきゃ。あ、これがですね、こっち段ボールにね傷がついてます。まあ、外側にね結構ざっくり傷があったので中まで到達してるかどうなのかっていうとこちょっと気にはなってたんですけど、これちょっと嫌ですね。これは例えば、使わなくなって売るなんていう時に箱つぶれみたいな感じになるんでしょうか。さすがにそこまでは見られないのかな。でもにしてもちょっと嫌ですね。さあ開けていきます。こっからピーッとめくってくださいっていうような矢印がありますね。いやー緊張しますね。よいしょ。で、この iMac Pro の到着に合わせるような形で、今日は一日大掃除をしてまして、まあ、見えてるところはね若干こう綺麗になってるんですけれども、他の部屋、カメラの裏側はもう悲惨なことになってます。今日寝れるのかなっていうような感じになってますが、とりあえずすっきりとしたところに iMac Pro 置きたいなということで、で中開けるとこんな感じに、まずはこれキーボードですね。キーボードが入ってます。これこちらキーボード入ってます。このキーボードはただのキーボードじゃありませんよ。なんて言ったって本体色に合わせたスペースグレーの60万のキーボードですから、これどうやって開けんだ、スライドさせるのかな。あ、そうですね、行きましたね。こんな感じでじゃんじゃじゃーんと見せながら開けるの難しいな。ちょっと抜いちゃいます。いや渋いな、色渋い。こんな感じ、やばいね。これマウスですね。あ、トラックパッドも中に入ってますね。僕はこのトラックパッドもマウスもつけてっていう形で注文したのでこういう風に入ってるんですけれども、多分どっちかいらないよみたいな注文の仕方をした人はここは空いてるんだと思います。いや色かっこいいわ。ちょっとまだねこのフィルムはめくらないで置いときます。キーボードとトラックパッドとあとはじゃじゃーん、マウス、黒い、黒いよ、すごい、なんか違和感がすごいですね。いつも白いやつ見てるから。で、ここはマニュアルかな。あ、ライトニングケーブル、これ多分充電用のケーブルですね。ケーブルも黒がついてます。1メートルぐらい、1メートルもないかな。で、ここに iMac Pro マニュアルですね。何が書いてあるんだろう。使い始める時のいくつかの簡単な手順を説明します。まあ、これはさすがに見なくても分かりますね。あ、アップルのコンピューター買うと必ずついてくるこのどこに使うのというシール、これも黒です。で、これは何だろう。あ、多分、あ、クリーニングクロスついてますね。クリーニングクロスなのかな。で、ここにね地味にリンゴのマークあります。これ見えますでしょうか。これ60万のクリーニングクロスです。
さっきからそれ違うだろお前っていうツッコミが来てそうですけど、60万のクロスと60万のステッカーと60万のトリセツと60万のライトニングケーブルと、そしたら500万ぐらいじゃねえかっていう話なんですけど、続いてキーボードが入っていたこのスリット、これをどうやって開けていくんだわからない。こっちに倒れんのかな。あっぽいっすね。うわー来た、あ出てきた出てきた出てきたよ。これどっち面、これ液晶画面か。どうやって開けんだ、これ倒した方がいいっすね。ちょっと体勢を立て直します。よいしょ、重っ、逆向きにして、腰やりそうで、こうか、こう倒してこうですね。来た、でこれ見えてますか、ここにこれ多分電源ケーブルだな。これもこんな感じでスッと出せるようになってて、電源ケーブルも黒ですね。この辺はちゃんと統一してくるぞと、まあ、こういうデザイン性の部分なくなっちゃったらもうアップルの魅力半減ですからね。取れて取れて、じゃあこっちもそうやって取れるんだ。こうですね、はい来た、こうですねっていう手元がちょっとちゃんと見えてたかわかんないですけど、はい、電源ケーブル来ました。じゃじゃじゃんと、ついに本体が姿を現すぞと。怖い、よいしょ、重い、引っ越しが、よいしょ、来ました、見えてますか。そしたらこれデスクの上に上げちゃいます。よいしょ、さあ、一通りのもの並べてみました。で、この保護のシートはちょっとのり軽く両面テープで付けられてますね。さあ 5K のあれ抜けないぞ、こうか、 5K の液晶画面が、お目にえでございます。でまだね、もう一段階フィルムがあると。でこの辺のカバーっていうのも一応ちゃんと取っておきます。ツヤツヤピカピカのものは、最後ちょっと流行る気持ちで雑になっております。はい来ました。で実はですね、後ろにリンゴマークついてまして、リンゴマークのところにも保護のシートがあると。これ別につけたままでも多分大丈夫なんですけど、あでも放熱性とか考えるとやっぱ剥がしておいた方がいいのかな。はいリンゴ登場と。あピカピカだわ。でも傷ついてないこれ。ちょっとさっきのクロスで拭いてみましょうか。あ、大丈夫ですね。そんなね、いきなり傷もつかまされるってことはないですね。で、このテーブル、まあ置く場所に設置する面にも、ちょっとした保護のテープがついてますね。これで全部かな。さて、まあウェブページのスペックとかを見れば分かる話なんですけれども、一応裏側の端子類チェックしておきましょう。ヘッドホンアウトがあって、ここ SD カードのスロットですね。で USB の、まあ、従来の形のものが4つと、でこれが USB のタイプ C とサンダーボルト3の
互換のやつですね。これが4つついてます。でこれがあのイーサネットケーブルのあのですかね。でここにまあスリットがあって、これが放熱するためのスリットなのかスピーカーの類なのか、その辺はちょっとねあのちゃんと調べてなかったんでわかんないですけどね。ここにビャーっと2つあって、で、ここに電源の差し口があると。で、リンゴがツヤツヤピカピカという感じです。で電源ボタンはここですね。これは昔の iMac と変わってないですね。はい、いかがでしたでしょうか。 iMac Pro 開封動画でした。これから、この iMac Pro を、中心とした、まあ、DTM、音楽制作の環境作りみたいなところも、何本か動画にしてお届けしようと思います。そして諸々のソフトウェアがインストールできたら、iMac Pro の性能でどれぐらいサクサク動くのかみたいな検証動画っていうのも、作って出していきたいと思いますので、ぜひぜひお楽しみにお待ちください。ということで今日の動画は今電源つなぎましたので、最後ドゥーンっていう起動音でお別れしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。あ、なんないの？ドゥーンなんないんだ。マジか。